まけの、おまけがすごいことになってる。これ道か道じゃねえぞ。こんばんは、フェマールでございます。ただいま福井県南越前町の桜橋っていうところの国道8号線を走っております。今からですけども、この8号線この先グダニっていうところがあるんですけど、そこまでこの先行くと5分で行けるところを遠回りします。どうなるでしょうか。右曲がりますんでよろしくお願いします。そして今305号線に入りました。でですね、この先に、グダニっていうところへ行く林道があるそうです。ちなみに走ったことはありません。かな、これっぽいな。フラットダートやと思うんですけどね。じゃあマウンテンバイクにちょうど、でも砂利道じゃないのかな。なんでこれ、この建物は何だ。河内簡易水道施設。あ、水道なんだ。へえ。まあ普通で行くと国道8号線で行けば5分で済むところをわざわざこんなとこ遠回りするバカだれは私ぐらいです。あ、ダートじゃないんだ。あ、至って普通な道やな。まあ普通じゃねえけどめっちゃ木切っとるし、すごい。この右行ったら険しいぞこれブルドーザー道よ。おお、これはすごい。登れるよ。行けると思うけど、今日はまあ、ネタとしては5分で行けるとこ何分かかっていくかっつうバカなネタやね。これ木がいっぱい生えてると、太陽が当たらんから、だからこうやって広げるんじゃないかな。間伐っていうの。お、これちょっと待って、これどっちや。分岐点。少々お待ちください。右もなんか林道やね。まあ今日は国道8号線から入って国道8号線へ出るっていう遠回りのネタです。おお、山の上。海見えんじゃね、これ。あー、見えない。カツカツ見えない。でも舗装林道やから今度下っていく。うん、峠越えたんだね。お、おお、南城郡森林組合。小松、やっぱ林業用だね。あ、僕は普通、うちの車でも来るわ。うん、もうちょいか。たまに車来るから気をつけないと。林道名書いてあるぞ。昭和61年度林業地域総合整備事業林道開設工事。三王線っていうのかな。三王線っていう林道みたいですね。山王なんかな、スラムダンク的に言うと。ちゃんと林道にも名前があるんだ。するそうねでもこんな道があるって誰も知らないやろな。これはあそこが通行止めになったらここ通ろう。お地蔵さんがあるぞ。すごい古い、ほら、すごい古い、古っぽく見えるんだけど。ってことはなんだ、昔道なんかなこれ。どういった昔道だよ。いやでもさ、お地蔵さんが古いから。古いっていうのはもう本当大正とかの世界の話よね、その辺は分かんないけど。お、里へ降りてきたんかな。これ田んぼがあるかな。よいしょ。それにしちゃまだ集落遠いな。あ、ちょっと待って。なんか分岐点。知らん。
待って、これまっすぐじゃない、左やな。また左かよ。左です。あ、ここにもなんか左痺れる道が。でも今はあくまでも、お、携帯、お、なんだこれ、なんだこれは。お地蔵さんがある。なんでお地蔵さんがある。これも古いお地蔵さんやな。あ、国道見えた。なんだろうね、このお地蔵さん。なんやろ。はい、で、ことで、見えるかな。ってことで、ここが国道8号線出てまいりました。5分もかからなくて通れる道をわざわざ、これで今見ると12分ぐらいかかってんな。まあ倍以上かな、まあ、かかりますね。そしてこれがグダニ集落となります。お地蔵さんはそこら中にあるの。ここにもある。せっかくだから、あ、ここも地蔵さん、何やもん地蔵さん、まあ、ここは集落で知らないと。せっかくなんで、この集落入ってきましょう。あ、これ、え、これ右も林道なのか、これ。あ、ここにも林道あんだ。こっちの林道なんだろう。あ、違う。三号線起点って書いてあります。まあ、せっかくなんでこの集落をご紹介しましょう。右曲がります。南越前町のグダニ集落ってことだね。ああ、お地蔵さんがめちゃめちゃ多いな。ちゃんとさ、それも花を生けたるし、信仰深い里なんでしょうかね。あんで、こんで集落終わりかな。ってことで、あんで八王線に出てまいりました。右折禁止。左、ここ流れ速いから気をつけないと。ここ流れが速いから気をつけないと。うわってくるんです。よしってことですね。はい、ね、まあまあ5分少々で通れるところを15分ぐらいかかって遠回りしてみたっていう動画でした。まあ、まあまあ、なんか一応参考になるかなと思ってやってみましたんで、まあ好きな人は撮ってみてください。はい、じゃあそういうことで、おやすみなさいませ。また同じところを走る。行かねえよ。さっきのあの道左行くとどうなるの。ちょっとそれだけ確認してみる。あ、いいわ、もうやめた、帰ろう。え、行くの。あのさっきのおにぎりさんがここ左行ってみろと言うんで行ってみます。林道三能線、こっちはこっちも三能線なんかな。行けんのかな、これ。地図上では、あ、あるな。え、行ってん、一応な、行ってみましょう。わからんから。まあ、ただのどん、どうなんだこれ。この先はちょっと、マップあんのか。マップが、マップないんだよね。マップないから本当わかんない。行け、ただの田んぼ行く道じゃないかな。これぐらいは全然いいけどさ。お、荒れた道になってきた。獣のあれがあるね。なんだろうなこれ。お、なんか出てきた、看板が出てきた。こんな綺麗芸術家というのが砂防指定地、多分ね、林道じゃなくて砂防ダムを作るための。滑るね、四駆にせなの。これ多分砂防ダムを作るための作業路じゃないかな。すごい上り坂。あ、これちょっと四駆にするわ。あの滑る。
四駆にします。杉の葉っぱが滑るんですね。坂やれ。これここまでか。おお、すげえ坂あるんか道。ああ、砂防ダムだ左にね。これ砂防、結構深い砂防ダムよね。砂防。これは道やな。完全に道やな。前みたいなお家やったらたまらん。たまらん近い家。まだ行けんのかこれ。すげえ見えます。なんかおまけのおまけがすごいことになった。やめろ。よいしょ。これ道か。道じゃねえぞ。あ、道や。あ、道やけど、これは多分もうこれは終わりだな。なんかどっか通じる道じゃなくてここで終わりだろ。あー、ほや、ここで終わりだ。あ、おまけ動画としてやってまいりましたところですけども、最終地点別に林道とかじゃなくてここで終点ですね。なんだこりゃ。お、チェーンソーじゃん。おお。使えたらもらってくんだけど。砂防ダムを作るための作業道だと思われますね。じゃあそんなわけで今日の、まあ、今週のネタっていうのは申し訳ない、本当滋賀県行っていろんなとこ行くつもりが全部倒木で撮れなかったんで、今週はこの程度の動画しか撮れません。ということでよろしくお願いします。それではおやすみなさいませ。フェマルでした。ありがとうございました。バイバイ。本当にバイバイ。